はい、今回の動画は補助グラフ付き円グラフを作成する方法を解説をします。で、円グラフというのはですね、このデータのそれぞれの割合を視覚的にね、見るためのグラフですけども、そのね、データの中でですね、この一部すごく小さいね、割合のデータがある場合、今この表で言うと、この下の3つですかね、このレーザープリンター、プロジェクター、カラーコピー、複合機ってこの3つが、この上のデータと比べてすごく小さいですよね。こういったデータがあったときにですね、これをこのまま円グラフを作ってしまうと、この小さい割合のところがですね、非常に見づらくなってしまうので、そんなときにですね、この補助グラフ付き円グラフっていうのを使うとね、非常にいいです。なんでね、今回そのね、作り方を解説をしたいと思いますんで、まずはね、元となるね、この表を選択をして、挿入タブをクリックしてください。で、このグラフの中にあるこの円グラフのところですね、こちらをクリックします。はい、そうすると、この 2D 円という中にですね、こちらですね、これ、補助円グラフ付き円グラフ、これがね、補助グラフ付き円グラフというやつで、あともう一個ですね、こちら、補助縦棒付き円というやつもありますんで、これはね、見た目で自分が好きな方を選んでもらえればいいと思います。今回、じゃあこちらの円の方をね、選びますんで、こちらをクリックします。はい、そうすると、これでグラフが出来上がりますんで、ちょっと見やすく大きくしますね。はい。こんな感じで、ここのね、ここの下の3つのところですね、これがこのまま円グラフで使うと、これ見てもらったわかるように、ここがすごく小さくなってしまって見づらくなるので、このね、下の、レーザープリンター、プロジェクター、カラーコピー、複合機っていうのね、この小さいところがこの右側にですね、3つ、このね、またグラフで別のグラフとして出来上がって、この小さいところもね、割合が見やすくなると思います。はい、で、あとは、ちょっとグラフ要素のデータラベルの、このその他のデータラベルオプションのところで、分類名とパーセンテージとか入れてみましょうかね。はい、そうするとこういった形でですね、それぞれの割合で、あとその他のところがこの 1% という形ですごく小さいので、この 1% のその他は、レーザープリンターとプロジェクターとカラーコピーがね、こんな割合ですよというのが見ることができましたということで、今回のようにですね、このね、このデータのね、割合の中ですごく小さいものがあったときはですね、この補助グラフ付き円グラフっていうのを使ってもらえるといいかなと思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。